島先生、島先生、変な本じゃないですか、こちら。ああ、変な本です。今日の変な本は第8の探偵。これね、意味深なタイトルですけど、はい、この一つの本の中に7つ探偵小説、推理小説が入っていると。おう、っていう本なんです。まあ、劇中劇、劇中作って、まあ、ありますけど、はい、まあ、それのパターンだと思ってください。どんな話かっていうと、引退した、まあ、教授というかね、はい、研究者がある島に住んでいて、そこに若い女性の編集者がやってくると。で、目的は、こういった研究者がかつて出した本、再版したいと。おお、いい話ですね。と思いきや、それがどんな本かっていうと、教授はミステリーに必要な要素を解明したと。論文を書いて、しかもその論文に当てはまるような ミステリー小説を書いたと。7つの要素が必要で、その7つ一つ一つに当てはまる小説も書きましたっていう体の本。それ昔書いて出したのだけど、まあ見向きもされなかったので。あ、そうなんですか。世に埋もれてしまったと。で、若い編集者はそれをまた出したいですねって言ってやってきたと。で、置いた、そのね、もう常に置いてしまったその人は、まあ久しぶりなんで、じゃあちょっと読み聞かせてくれよと。ほう、書いたやつをね、はい、っていうんで、その女性の編集者は、まあ、作者の前でね、読み始めてで、はい、そのミステリー一つ一つ7つあるんだけど、はい、が入って、一つのミステリーが終わったら教授と編集者の会話になると、うん、挿入し、で、またそれが終わったら次のミステリーで、それがつながっていくと。それが7つ入ってるっていうね、構成なんですね。一つ一つのミステリーには、もちろんさっき言ったように、そのミステリーの必要な要素が詰まってると。例えば最初の話は非常にシンプルな話で、はい、男性と女性がいて、まあ、知り合いなんだけど、なんか話してたり昼寝してたら、もう一人の知り合いが死んでたと。で、そこの部屋に行くには、その二人が今いた場所を通らなきゃわからないので、つまりどちらかが犯人だと。第三の人物が来たらわかるからね、どちらかが犯人ですよっていう話なの。じゃあどっちが犯人なのかみたいな話で、で、論文で言うなら、つまりミステリーにおいて容疑者っていうのは最低2人必要だと。ああ、そうですよね。2人以上いるのがミステリーなんだよっていう論文を検証するためのミステリー小説なわけね。おー、その話は、はい、ちょっとまどろっこしいんですけど、っていう風に、次はだから探偵の話になったりとか、被害者の話になったりとか、被害者っていうのはこれが必要だね、探偵っていうのはこの要素が必要だねっていうのを、一つ一つの短編ミステリーで実証していくとっていうのがね、7つ入ってる。7つ入ってて、タイトルは第8の探偵なんですね。いいところに気がつきました、ね、そうなんです。今の説明を聞いてて必然的に浮かび上がってくるのは、はい、書いた作者、置いた作者と編集者の話も随時ね、こう進んできますね。話が入っていって、その話もまたね、何かあるだろうと当然思って僕たち読むわけなので、それはこうご期待。一体何があったのかっていうのが2点3点します。おお、一筋縄ではいかないです。そこははっきり言って、最後まで読んだらやややりすぎな感も出てて、それも面白いそんなに転ばなくてもみたいな。へえ、そのね、過剰さ、ある種の過剰さがあるんですよ、はい、これは。一つ一つの短編は結構シンプルで面白いんだけど、ちゃんとミステリーのオチがあって、はい、ところがこの作品全体になるとね、過剰さが生まれるっていうね、そこもね、面白さなんですね。構成がすごいですよね。7つも入ってるんですもんね。そうなんです。しかもちょっと凝っていて、一つのその短編を、まあ、読み終えるわけです。相場としてさっきの2人が出てくる、うん、その時に必ずこの女性編集者はちょっとだけね、指摘するわけ。この話ってあそことあそこなんかおかしくないですかみたいな。いやだ筋が合わないですねみたいなこと言うんですよ。で、また次の話になって、次の話終わった後もまた同じように、あそこおかしくなかったですかって聞くわけで、主人公というか老いた彼は、うん、ああそうだっけなみたいな、あ、そんな感じで聞くんです、ね、じゃあじゃあみたいな、ね、だから実はそれもちゃんと意味があるんですよと。なるほどちゃんとね、だからそういうね、細かいとこも盛り込みつつ、今いくつか浮かんだなんてあるんですけど、言わない方がいいですよ。あ、先生、当てられちゃう可能性が怖いね。いや、面白い気になってきた、もうすごい。そうなんですよね。で、これね、作者がね、アレックス・パベージさんって言って、これが初小説、初長編です。デビュー作、デビュー作なんです。おー、へえ。で、デビュー作にありがち、しかも僕はいい点だと思いますけど、盛り込む、とりあえずできること、うん、今できることを最大限やるので、はい、そのある種の過剰さがね、やっぱり出てくるので、そこはね、すごくいいとこなんじゃないかなっていうふうに思っ
ったりします、ね、7つだって短編をまず書いたんですもんね。そうです。で一つ一つちゃんとバリエーションの違うミステリーオチがあるミステリーで、はい、そう。しかもそのちゃんとね読んでいかないと読み飛ばして話を忘れないようにしてください。これは、うん、一つ一つはそれで捨て置かれるわけじゃなくてちゃんと後でラストでそうでしょうね。それらもなんでイブリンジオは7回死ぬってね、それも僕ご紹介しようと思ってますけど、はい、それもやりすぎミステリー SF ミステリーなんですけどデビュー作なんで、やっぱデビュー作ってねやっぱ詰め込むのでそこがいいと思いました。なんで作家はこう詰め込まなくなってしまうんですかね。こう分かるからじゃないですか。分かりますよ。なんか料理で例えたらもうこれ以上食材ぶち込んだらもうダメだ味が壊れるんじゃないかとか、はい、でまあ、むしろいや壊れたとか面白いんだよってか美味しいんだよって、まあまあ、思っちゃうんですけど、うん、そんな贅沢に何か入れなくてもこれで2品できると分かっちゃうんですよねきっとね。そうなんですよ。1品にするなって、ね、これじゃあなんか有名な作品っぽいですよ。なんかこれはこれ最近出たばっかりです。ね、4月25日に出たばっかりなんで、ものすごい最近ですね、はい、これのねあの 作品の今構成を聞いてあるね、あの有名な実は似たような作品があって、冬の夜一人の旅人がっていうイタロ・カルビーノの作品で、はい、それもまた本の中にいくつかの短編が入っていて、その短編を読んでまた層が入る、でまた次の作品につながっていくみたいなね、いくつかのねやつが入ってるって似たような作品なんですけど、それのまあミステリー版みたいな感じだと思ってくれればいいかなと思いますね。気になるということで比嘉先生、はい、第8の探偵変な本レベル星いくつですか。いや作中作ってのはでもやっぱ難しいものですから、それがでも効果的に使われてると思うのでこれは星3つです。星3つ